アートヤードインフォーマーをご覧の皆様、こんにちは。せーの、ペトローズです。なんちゃって。4月発行になるんですね、アートヤード。これはなんと5周年、アートヤード5周年記念号ということですが、それに私たちペトローズのインタビューが掲載されるという。さすがでございます、アートヤード。最高、目の付けどころ。いいえ、最高、素晴らしいです。なのでぜひ皆さんお手に取ってですね、見ていただけたらこれ幸いかと思います。幸い。そして、3月のですね、21日に下北沢ですね、ガレージという東京のねライブハウスで、ライブを行います。昼の公演と夜の公演と2回ございまして、それも来てください皆様。チケットはもうね、もう、いつっていうか、もうすぐ発売になりますから、全然できます。あとちょっと新しいですね、携帯で買えるみたいな、そういうシステムも試してみてますので、それもぜひですね、便利なと思った方はご利用ください。そしての次の日、22日は名古屋特造というライブハウスで、在日ファンクという素敵なグループの方と対決ということになります。勝てる気は、全くしておりませんけども、頑張ります。わあ、まだなんか言ったら勝てる気がしねえぜ。ということで皆さんありがとうございました。ぜひアートヤード、ペトロールズ、共にですね、これからも末永くよろしくお願いいたします。もしもし、ペトロールズでした。失礼いたします。